反対は私一人だけ。大体まあ15年以上経ってきてからですね、これを本当にやってよかったのか、それが予算に出てくるのが多分3月ぐらいの議会。こんにちは、大熊市議員の馬場隆です。昨日臨時会がありまして、その中で一つの議題だけがありました。これはですね、太陽光パネルの設置を、まあ、あの道の駅とか役場アクアス周辺にしてですね、その電気を、まあ、役場で直接使うというプロジェクトが、まあ、今立ち上がってるんですけど、その準備費用として、1200万の予算が提案されてて、それに対する賛成反対という議論になります。まあ、ちょっと簡単に今日初めて私の動画を見てもらった方に今までのですね経緯を説明しますと、1年以上前に気候非常事態宣言というのが大木町で可決をされました。これは2050年までに CO2 をゼロにするという目標の宣言をするかしないかで、これ確か私ともう一人の方が反対して、賛成多数で可決をされています。まあ、議員は12人いますけど、一人は司会者みたいなものなので、実質に投票できるのは11人ですよね。それで、まあ、だから6人以上、票が集まらないと結果には反映されないということになります。でその時も可決、賛成多数で可決されたんですよね。宣言をもとに去年ですね、1000万ほどの予算が使われています。これはですね、まあ、その二酸化炭素が町にどれだけ、まあ、排出をしているのか、町としてどれだけ排出をしているのかで、まあ、それで、実質ゼロにするためには、まあ、どのくらいの二酸化炭素の削減を、排出削減をしないといけないのか、まあ、そういうその、道順というか、まあ、ロードマップって役場呼んでますけど、そういった、まあ、調査ですね。調査費用で、1000万。予算予定が1000万で、実際は980万だから、そのぐらいだったと思います。を実際に使ってます。で使った上で、使ってこのぐらい二酸化炭素が排出できされているというのが確認できたので、それじゃあその削減するためにこういうプロジェクトをやりましょうかというのが出てきたのが今回の件になります。だから1000万調査費を使って、でもこれはですね、国の補助金で全部確か処理されてたと思います。で今回は1200万、まあ、900万はこれもですね、国が出していただけるということで、まあ、町の負担としては実際300万ですかね、になるかと思います。で、これがまあ必要なのかどうかということなんですけども、まあ、これが必要かどうかっていうのを私はまあ、一生懸命考えたわけですね。だからまあ、もともとの太陽光パネル設置することが大切、必要であれば、もちろん賛成すると思いますし、プロジェクト自体が必要ないと、まあ、現時点で思うんであれば反対をしようかなと思ってたところです。まあ、議会の話に戻りますと、まずですね、流れで言うと、まあ、一応担当の課長さんの方から説明があって、まあ、それを聞いて、議員の方にですね、質疑ありますかという流れになります。まあ、質問を議員がしていくわけなんですけど、まあ、私最初に質問をしました。質問内容としてはですね、まあ、実際に太陽光パネルが、まあ、役場の駐車場にですね、カーポート、わかりますかね、まあ、柱が4本あって、上の屋根が、まあ、太陽光パネルになるようなものを作りたいという計画であったので、まあ、もし完成した場合にはですね、例えば役場に用があって、来られた方がですね、ちょっと駐車場を止めるときに、最後の止めるときにアクセルとブレーキを間違って踏んじゃって、アクセルバンと踏んで柱にバンと車ぶつけてもうたと。で結構勢いがあったので柱が折れてしまって、屋根の部分も斜めになって陥没してしまいですね、結構な大きな損害があった場合でも、本人はぶつけた本人はもうすぐ逃げてしまった。
まあ、そういうふうになった場合、どう役場としては、役場としてというか、まあ、会社の新会社としては対応をする、どうお考えでしょうかという質問をしました。ただまあ、議長が一回止めてですね、ちょっと休憩に、一時休憩しますということで、まあ、議長の方に呼ばれていったらですね、ちょっと質問の内容が本題とずれてるんじゃないかということだったんですよね。だからまあ、準備期間の1200万を賛成反対かっていう内容の議論の中で、その、まあ、本題のプロジェクトのことを質問するのは、ちょっと違うんじゃないかということだったんですよね。ただまあ、私としては、その、まあ、その準備が必要かどうかは結局その、プロジェクトが必要かどうかっていうことにかかってると思うので、まあ、こっちの部分をやっぱどうしてももうちょっと詳細を聞きたいということで、まあ、もちろん決まってないことに関してはですね、まあ、そう思うと予想で、話してもらっていただいて構わないということで、話をしてですね、まあ、続きになりました。また参加。議会が再開されて、担当の課長からはですね、まあ、本当その実際その業者も今のところ決まってないですし、そういう細かいこういう事故があったらとか、そういう場合のことも全くまだ決めてない状態なので、まあ、実際にそういう会社と契約を作る場合には作る段階になったらそういうその事故が起こった場合等に関しての細かいルール決めなんかも作る絶対というか、まあ、そういう細かいところに関しても作る予定ですので、まあ、今のところはまあ分からないという、まあ、回答だったかと思います。はで、まあ、私も、ま、もう一回その質問に対して追加で質問して、まあまあ、そういうそのわからないっていうのはまあ当然だと思う。全然ですね、詳細が決まってないので、ただまあまあ、こういう事故がですね、かなり高い頻度で起こるんじゃないかということですね。でまあ正直こういうその少額訴訟、まあ多分金額的にもまあ100万もいかないような損害だと思うんですよね。でそういう少額の訴訟に関しては、まあ、時間とかその実際にですね、まあ、防犯カメラつけて、その車の所有者を特定してですね、その方に直接アプローチして損害を求めて、でも本人は知らないとかもしくはその払うつもりがないとかってなったら、まあ、訴訟をしないといけないわけですけども、まあ、そういうですね、細かい訴訟はちょっと時間、日本の法律で言うと、まあ、正直時間も労力も無駄になることが多い。まあ、結局も所有者が、まあ、自分の負担で所有、補修するようなケースが多いと思いますので、制度上ですね。まあ、そういったのが町というか、まあ、その新会社の大きな負担になるんじゃないかというふうに懸念をしているというふうな、まあ、思いを伝えたところです。で、二つ目の質問としてですね、まあ、プロジェクトの内容説明をですね、役場の担当者、もしくは副町長、町長などに、まあ、説明を受けるとき、説明を受けてた段階で、まあ、大体まあ、まあ、5億ぐらいのプロジェクトなんですけど、そのうちの1億6500万ぐらいが、まあ、町として負担をしないといけないんじゃないかという試算だったんですよね。で、まあ、他の分は国が補助をするという、まあ、今、二酸化炭素を減らすって、まあ、国も目標として掲げてますからね、補助金を出すということなんですよね。で、その1億6500万に関しては、町が出すのを、出すとすれば結構、まあ、回収するのが無理なんじゃないかという話をずっと私はしてました。で、ただまあ、会議を重ねるうちにですね、もう新会社を立ち上げると。で、町はそこに出資はするが、7年後とかに壊れたりとかしても、
その費用はですね、その会社が出す。まあ、現金がなければ、銀行とかに借金をして、その会社がお金を出して修理をするんだ、みたいな話に変わってたので、まあ、それだったら、まあ、その説明を聞いているときは、まあ、それだったらいいのかな、というふうな、町のリスクはかなり減ったのかなというふうに説明を聞いてて思ってたんですけど、やっぱりこう話、その何ですかね、会社としての仕組みを整理していくとですね、結局、まあ、その新会社が結構利益が出てるで、出そうなのであれば、まあその、利益分でですね、そういうその元利払いをできるようにできますので、もう特に問題はないと思うんですけど、まあ、だいたいその新会社を立ち上げたとしたら、何年間2000万ぐらい管理費用がかかるみたいな、まあ、固定費がね、2000万ぐらいかかるような試算だったんですね。実際どれだけ売り上げがあるのか、これはちょっと計算難しいんですけども、まあ、その、以前1000万使った調査の時の資料なんかを見ると、まあ、それに、まあ、ヒントになるような数字がいくつかあったので、まあ、それを使って、計算すると、まあ、まあ、太陽光パネルの新会社にしても、大体2000万ぐらい年間稼ぎがある。というような、まあ、私の計算になったんですよね。だから、まあ、正直トントンぐらい、特に大きな事故がなければトントンぐらいの収支計算になるのかなというふうに計算をしたわけです。となるとなんか大きい、まあ、だいたい蓄電池が確か1億ちょっとするんですけど、そういうその電池が一番多分早く、まあ、寿命が来ると思うんですよね。確か耐用年数も7年ぐらいであったので、まあ10年ぐらいで、まあ、まあ、充電ができなくなったりとかすると思うんですね。ただ、またその時1億とか、買い直しに必要になるので、まあそういった時に全然お金が貯まってなければですね、また銀行さんから1億借りるしかない。そういうのをずっと繰り返していくと、どんどん、まあ、借金が増えて、債務超過に陥って、厳しく、まあ、結局最後のところ、町が出資しているので、町の負担になるんじゃないか、というような質問をさせてもらいました。ちょうどですね、昨日、まあ、他の議員の方が持ってらっしゃった新聞の、ちょっと読ませてもらったんですけど、まあ、その中での記事の中に、産経新聞、宮間市結構、まあ、太陽光パネルの設置に結構力を入れててですね、まあ、そこも別会社を作って、太陽光パネルの電気を販売、給電とかに販売してですね、で、それで事業をやってるんですけど、まあ、そこが、まあ、債務超過に陥ってですね、まあ、議会がまあ結構、まあ、荒れてるじゃないですけど、まあ、詳細をですね、結構議会の方で追及したりとか、そういう記事が載ってました。まあ、宮間市のモデルは基本的にその外部に売るというのがメインのプランだったと思います。ただ、まあ、大木町が今計画しているのは、売るんじゃなくて、まあ、売電価格が落ちてますからね、基本的には自家消費をするというプランで、まあ、そこだけがほぼ違うっていう形になります。だから太陽光パネルの事業自体が儲からないようになってきてる。その維持をする費用も結構膨大なものになると、大きなものがあるということで、まあ、宮間の件も出す、まあ、例としてですね、出させてもらいました。それだけ、まあ、簡単じゃないですよということを、まあ、お伝えをしたわけです。で、他にもですね、質問が出ましたの、出たのが、例えば、まあ、その1200万を実際にどう使うのかと、もうちょっと詳細を教えてくれ、ということだったんですけど、まあ、その委員会もその協議をする人件費に確か3万円とかで、まあ、ほぼ 90% 以上がもう委託料ということで、まあ、どっかにそのプロジェクトの詳細を作ってもらう費用として、まあ、使うという
計画策定業務委託料として使うということだったんですけど、その細かい内容を多分その議員さんなんか知りたかったと思うんですけど、まあ、結局、まあ、そこまでしか言ってくれない。まあ多分その受ける方がもうこの金額ってまあ1100何万って言ったから、もうその金額がここにただ上がってきただけだと思うんですよね。ということです。あとはなんかそのもともと役場の省エネの調査に300万使うって言ってて、もうそれがもうなんかなくなったわけですから、もともとその役場の省エネのために300万出すに合意したお金をですね、そっちの方に使うというのはやっぱちょっと納得できないという意見であったりとかですね。まあ同じく他の議員で、そのもともとのプロジェクト、もともとの二酸化炭素を減らすということを、まあ、大木町がやるべきかどうかとか、その太陽光パネルを設置するということ自体が必要じゃない、必要とは思えないというような、まあ、質問であったりとかが出ました。で、まあ、質問が出尽くして、それでは、討論。討論というのは、まあ、最終的に、私は賛成 します。賛成の立場からすると、こういう点で賛成します。まあ、反対する場合は、こういう 理由で、反対をします。というのを述べると、まとめみたいなところですね。で、私は、私が最初、また、手を挙げて、反対の立場から、討論をいたしますということで、ざっくり言いますと、今までの、議会、会議での流れで、反対をしますと。反対する理由としては、整合性がないということで、もともとのプロジェクトに整合性がないと思っているので、その準備段階の予算も必要がないと。いう立場で反対をさせてもらいました。賛成、整合性がないということに関してはですね、これは以前の 会議の中でのことでというふうに議会の中では説明しましたが、この動画を見ている方は他の動画見てないと分かんないと思いますので説明しますと、一つ目はもともと二酸化炭素をゼロにする、実質出すのをゼロにするという2050年までにっていうのが目標で進められている事業なんですけども、実際にその大木町がその調査による二酸化炭素これだけ出てますよっていうのを本当にゼロにするためにはこの太陽光パネルで、削減できるであろう二酸化炭素の量、80倍ぐらいあるんですよね。これ私が計算したところによると81倍だったんですけど、副町長が計算したところと80倍だったと思います。だから80個以上を設置しないと実質ゼロにならない。到底無理な話をですね、これだって一応5億円ぐらいの規模のプロジェクトになるんですよ。それが80個となると400億、年間35億ぐらいの予算しかない町です。到底、現実的じゃないので、これが一つですね。で、二つ目は、直近はいいが20、30年後、故障がいっぱい出てきて新しい施設にやり直すときに結局その資金が出ないので借金でやるしかない。太陽光パネルが長く持ってくれる持ってくれるほど、利益は少し出るようになります、なりますけど、正直役場の職員の1人2人ぐらいの給料のレベルなので、大したことがない。そんな事故が起こっちゃったらもうすぐいっぱい一発で飛んでしまいますからね。なので、採算性としても厳しい。これ二つ目ですね。で、三つ目。実際に事故が増えるんじゃないか。という、今回の私が提案させてもらった件ですね。事故が増える、もしくは管理に余計手間もかかり、人も
いるんじゃないかという3つ目のことですね。まあ、それが整合性が合わないという理由になるんですけど、まあ、この3つの理由で、まあ、私は反対をしております。着席する人は反対で起立する人が賛成なんですけど、私一番前に座ってるんで、ちょっと確認はできなかったんですけど、まあ、他の議員さんの方とかに聞いたら、結局反対は私一人だけだったようですね。他の方はみんな賛成。これが多分、まあそうですね、今年中にできてきて、その予算、実際にその5億前後のお金ですね、それが予算に出てくるのが、多分3月ぐらいの議会じゃないかなという、まあ、予測を立てていらっしゃいました。なんでですね、この3月ぐらいの議会の、まあ、実際に大元のプロジェクトの予算のまた賛成反対があると思うんで、まあ、そこまでですね、まだ半年ぐらいあるので、そこでまだ詳細出てきた詳細を少しずつチェックしながら、またそれはそれで賛成反対をするんだろうというふうに思ってます。まあ正直ですね、やってみらなわからんという、まあこれはかなりスパンの長い事業ですからね、1、2年やってすぐ結果が出るようなものじゃなくて、だいたいまあ15年以上経ってきてからですね、これを本当にやってよかったのか、ダメだったのか、結果が出てくるのがですね、で20年、30年経って、まあ総括になるようなプロジェクトなので、まあ、正直反対すること自体もですね、まあ、難しいっちゃ難しいですよね。いわゆる先読みをしてですね、30年分ぐらいの経費を予測して、そこで賛成反対をしないといけないので、まあ、なかなかそんなにですね、向こうからの資料をちゃちゃっと読んで判断をできるようなプロジェクトでは正直ないので、まあこういうふう議会に実際携わってない人もですね、そんな話されてもようわからんというふうに思われると思うんですけども、まあ根本的なものとしては、まあその電気を自家発電する必要があるかないか、まあ二酸化炭素を削減しないといけないと思ってるかどうか、もうこの2点に限ると思うんですよね。だから皆さんもそういったその細かいものじゃなくて、その感覚的なものでいいので、ぜひですね、まあ大木町にもし住んでいらっしゃる方であれば、特に声を、自分の意見をですね、周りにどんどん発信していただければなと、そういう議題でちょっと、まあ皆さん語らっていただければなと、まあ、公民館とか集まるときにですね、そういう話もしていただけたらなというふうに思っているところでした。ご視聴本当にありがとうございます。Oh.